今乗ってるのは新しい N-BOX でございます。いやーこれ今ね乗っててね本当にいい車に私乗ってるなと今思っております。だってねこの車150万円台で買えるんですよ。私ねこういった、車の試乗動画をよく出しておりますので、もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちらホンダ N-BOX をね、試乗の方をしてみようと思います。今日はねあのホンダカーズ大阪東花園店さんのね、車をお借りしてレビューしようと思います。こちら N-BOX のタイプが L になりますね。価格は、159,800円と、いやー価格帯はねかなりいいですよね。 N-BOX シリーズは、国内販売台数4年連続ナンバーワンということで、とにかくね売れてる車なんですよね。国内販売台数が4年間も連続でナンバーワンということで、いや皆さんがね支持する車が実はこの N-BOX なんですよね。いやでは早速試乗させてもらいます。今日は寒いんでねちょっとお邪魔します。おー、これ150万台って信じられへんよな。いや乗った瞬間ねまずこのシートの上質感にかなり驚きを感じますよね。あの本当にね家のソファーのようなデザインでもありますよね。これあの見た目だけじゃなくて機能的な面も優れております。実はねアレルゲン、ダニ、スギ花粉など、不活性化すると、しかもねあのウイルス、今流行りのウイルスですよ、ウイルスの活動を、不活性化するとアレルクリーンプラスシートっていうものをタイプ別設定しておりますね。よし寒いんではエンジンかけます。ではね試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ホンダ N-BOX ということで、マイナーチェンジしましたね。乗った瞬間ねやっぱこれ広いわ。これちょっと広ない、この画角めっちゃ広ない。これでさらにねびっくりしたのがこれ出だしが軽くない、これ。やっぱねホンダ車の乗り味だなという感じが今しております。あの確か車両重量が1トン切ってますよね。960キロぐらいかな。なんかアイドリングはちょっと高いんかな。今あの冬で外気温が3度です。かなり今寒いんですが、あのシートヒーターがあったかい。これあれですよね、150万台の車ですよね。これヒートシーターはね今2段階まで調整できます。ハンドルのヒーターはついてないんですよね。いやすごいわ。だってこれ159,800円の車ですよ、税込みで。でこのシートヒーターがついてるということですよ。いやこの価格帯からしてもうこれぐらいの装備がねついてるっていうのはね、いやー売れますわ。ちょっとね比較材料にはならないんですが、私が今乗ってるホンダ E っていうね、あの 100% 電気自動車っていうのがあるんですよ。それがね価格はほんの450万ぐらいします。450万ですよ。300万も差がある。この車300万って言ったらあなた何できます。本当に結構すごいよ、この300万の差。一体どんだけの差があるっていうことですよ。軽なんですけど、横幅ぐらいですかね。ホンダ E に比べて狭いなと思ったのは。この室内のこの奥行きがね、2240ミリですよ。すごい広いんですよね。なので、ホンダ E というか、普通の乗用車よりも、実は広いんです、この軽のこの N-BOX の方が。この高さもすごいですよね。私身長183センチあります。で座高がねなんと1メーター。足ちょっと短いんですけど座高1メーターありまして、それでもこれ何これって感じ。かなり使い勝手はいいんですが、走りの方はどうかなという感じですよね。今走っております。でもね思ったよりなんて言うんでしょう、低重心なんですよね。床の位置が結構低くて、普通のこういったハイトワゴンに比べて、結構どっしり感があるんですよね。
その辺もね、他の系と違って走りの良さっていうのは感じられますね。今ゆっくり走っております。ここね、40キロぐらいなんですが、今若干渋滞気味で、30キロから35キロぐらいで走ってます。結構ふわふわめです、この Nボックス に関しては。設定はやっぱり基本街乗り設定ですよね。小回りもねすごい効くんですよ。これ確か最小回転半径が、4.5 だったかな。かなり小回りが効きます。まあその辺もね、この FF で前輪駆動車なんですが、やっぱりこのボディサイズとかもあってかなりの小回りが効くという感じなんですね。ちょっと早速ハンドル切ってみましょう。お、ハンドル結構切れるね。今はこれ直進なんですけど、こういった車線変更をするときに、ほら、こうハンドルとこの車体の、ブレーキですよね。実は制御されてます。アジャイルハンドリングシステムやったかな。すごいですよ。タイプ R とかね、にもついてる、スポーツカーにもついてるシステムで、こういったほら、こう、ギュッとね、カーブ、車線変更するときに、タイヤを制御してくれるんですよね。車を操るその楽しさっていうのを忘れさせてくれないんですよね。こうね、今ねどんどんね、右へ右へ、すごいやっぱ視界性がいいですね。私ね結構やっぱ目視を必ずします。ミラーで見て目視するんですが、このミラーがね四角くて大きいんですよ。これ縦長なんですよね。トラックみたいな感じかな。普通のね、なんか乗用車って横長なんですけど、これ縦長なんですよ。まあ、縦長というか真四角ですよね。すごい視界性がいいです。ミラーもいいんですけど、このドアが大きいっていうね、印象を今受けておりますね。いや、すごい運転しやすいわ。で、このガラスもね、ちょっとね、若干これ茶色っぽいんですよね。フロントの方もね、若干色がついてるのかなという感じはするんですけど、これスーパー UV っていうらしいんですよね。しかもIR カットっていうのもついてまして、99% 紫外線を、カットしてくれると。しかも遮熱ですよね。今日は冬で寒いんですけど、夏場のね、これだけガラスが大きいとやっぱ直射日光がかなりあるので、その辺ね、遮熱材も入ってると、遮熱効果もあるということなんですよね。よっしゃ、今ね60キロまで、急加速しました。やはりね、ベタ踏みしてもまあこれなもんかと。やっぱちょっとターボが欲しくなるかなという感じも、まあ今正直な感じですよ。正直な感じで言うと、まあまあこんなもんですよ。ただね、やっぱリッター車とか普通車に比べるとどうしても、まあ遮音性というのは若干落ちるんですが、まあ十分ですよね。やっぱね、その辺もね、安っぽさを感じないっていうところではあるのかな。っていうかね、これ150万ですよ、この車。150万でここまでやったかっていう感じはしますね。で、気になる燃費が、WLTC モードで 21.2kg ですね。いやー、これハイブリッドカーでもないのにこんなに走るって素敵。やっぱり1トン切ってるって武器ですよね。車両が軽いっていうのがやっぱ意外と武器なんだなと思いました。今ちょっと路面が悪いところ走ってるんですが、やっぱだいぶね柔らかいですね、足回りね。これだったら結構奥様の方が結構これ気に入って乗るんじゃないですかね。やっぱりね、男性の方ってね、走りを追求して足回り結構こだわって、もうちょっと固めの方がいいかなと思う方もいらっしゃると思うんですが、まあ、実際のこういった今のね、つなぎ目とかこういう段差ね、よくいなしてる。なんかね、ふわふわではありますが、しっかりね、やっぱ足回りも制御してるんだなという感じも今しました。
本当におすすめする一台ですので、ぜひとも、この車、下の概要欄にね貼ってます。あの全国のねホンダカーズで買えますので、あのぜひとも一度、見積もりの方をしてみたらいかがでしょうか。あのお店に来てね試乗もできますので、あのぜひとも皆さん一度試乗の方をして、ご検討してみていただいたらいいと思います。はい、というわけで、NBOX、新しくなった NBOX でした。じゃあね、バーイ。